あらま早速ぬかるみでやっちゃった。いやもう息が完全に上がってますが、さっきまでね何週か走っておりまして、いやこの25度超えるとねやっぱきついですね。汗ガンガン、これ3本目ですけど、あれですよ、ここのね久米元ランド、こちら二輪の利用料はね300円なんですけど、ドリンク代の方が高くつくというね、まあそんな感じです。まあ帰ったらもう3本目ももうないので、もうねあれかな、4本目だな。あらら早速ぬかるみでやっちゃったけど、よいしょ、前取られちゃった。あれ、ハンドル曲がったな。ちょっとなんか操作がおかしいぞ。ハンドルに違和感を感じます。さすがちょっと下手ってくるとね、体力がね下手ってくると結構きついですね。まあね、ここもぬるぬるなんでね、はまっちゃうんですよね、このタイヤだとね。よいしょ、はまるんですよ。よいしょ、上がれ。だから、よいしょ、
いや、グローブも汚いし、まあ、それより何よりね、汗だくですわ。もう体中めっちゃめちゃですよ。はい、なので帰ったらね、まあ、バイクのこの洗車はもちろんなんですけども、洗濯もねしなくちゃいけないな。はい、まあそんなことでね、まあ、ちょっと久しぶりにね楽しんできましたけど、まあそれにしてもね疲れました。はい、まあ実際ね、2月3月まあ気温がね一桁台でもね汗かくんですから、まあ当然ですよね。今日は26度ぐらいなのかな。汗はねやっぱり出るんで、その分、熱中症になっちゃいけないんで水分取るでしょ。でそうなると当然体まだほてってますんで、まあ汗がねガンガン出るわけですよ。それの繰り返しなんでね、大量に汗かきました。まあ、やっぱちょっとね、さっきそんなにスピード出てないんですけど、コテってこけた時にねちょっとハンドルがね曲がってるような感じが、ハンドルならいいんですけど、アクセル曲がってるってことはないだろうな。よいしょ、止まりたくない。まあ少しあんまりね長く乗ってると雨に当たるかもしれませんので、まあ、どっちみち汗かいてべしゃべしゃなんで、まあ、どっちでもいいんですけどね、バイクも洗車できるし、まあとりあえずはそのままね今日は早めに帰ろうと思います。それではとっても疲れた一日でした。